皆さん、こんばんは。今日は2023年7月8日土曜日です。今日のテーマは、深圳ですね。大東海です。路上で寝る若い子が多いです。そして、習近平ですね。深圳に行かず、層市省に行って視察しました。そして、中国の政府は言いました。民営企業に支持しますよと言いました。 7月5日、習近平は構想省の蘇州にある工業団地に行きました。中国はですね、今コロナはまだ落ち着いていないんですよ。習近平はですね、屋内では絶対マスクするんですよ。か、彼だけマスクしない。他の人は絶対マスクするんですね。構想省にはですね、ハイテク工業団地の建設と発展、 っていうテーマにする、まあ、団地があるんですね。企業の科学技術の革新、現地の歴史、文化、構想省都市のこの保護などなどですね、そういう状況を視察しました。主に写真を見て、そういう風に、えー、話をしました。そして団地から出て構想書の市民と話をしました。これはですね、実は普通の市民ではありません。みんな エキストラですね。あのみんなですね、専門エキストラです。みんな演技ですね。演技者です。手はですね、絶対見えるようにするんですよ。後ろはですね、狙われています。もし手をですね、ポケットに入れたら、後ろから狙われるんですよ。なので、ここはですね、絶対に目を、手をですね、見えるところに置くんですよ。これがですね、中国の暗黙のルールではあります。 習近平はエキストラの前で演説しました。構造書は素晴らしい投資ですよ。現代化を推進する力があるからです。情報技術が急速に発展してきました。破壊的な技術がいつでも出現する中、社会主義の道を守って、ハイレベルの技術を自立につなげる必要がありますよと指導しました。また習近平は、 南紀にある東部戦区、戦闘区域の式所へ行って、指察しました。現地で、あの、そこでですね、まだ演説しました。ちなみに、中国の兵士たちはですね、できるだけ身長はですね、統一されています。やはり、見た目は綺麗ですね。例えば、中国では国旗をですね、上げる人の身長は統一されています。 これが中国の文化でもありますが、でも見た目が大事ですね。習近平は演説しました。世界は複雑となってきました。不安定です。中国の安全も影響されています。自民解放軍は警戒して戦闘できる準備をすること。これからも実践的軍事演習訓練をすること。軍事の問題は政治の問題です。 勇気を持って戦うこと、戦うと勝利する自信を持つこと。この東部戦区とはですね、台湾侵攻の主力部隊だと指定されています。なので、現地の演説はやはり力はあるというふうに思います。やはり注目されていました。そして、習近平はですね、中国の安全を影響されていると言っているのですが、実はですね、この世界、あるいは まあ、アジア地域の社会ですね。安全を破壊するのは習近平ですね。そして習近平はですね、どこにいても、とにかくですね、この高層省、この地域ですね、警戒していますので、基本はですね、街中警察官、あるいは私服警察官ですね、いっぱいです。どこにいてもですね、同じです。それから、蘇州市へ視察しました。 ソシューの公安局の長官はですね、主要道路の周辺にあるビルを空にしました。出ていけと。住宅でしたら外出禁止です。政府はですね、3日間食事を提供します。玄関まで持っていくんですよ。そして窓はですね、絶対開けてはいけません。中に人を入れ,入れてるんですよ。そしてガスをですね、止めますので、家には プロパンガスあってはいけません。政府がですね、プロパンガス持っていくんですよ。一時的に保管します。そして、蘇州市ですね、全市一週間、屋台経済は屋台ですね、禁止です。そして、蘇州の高速鉄道の駅ですね、一日間運営停止です。習近平の自動車は駅の構内まで入りました。駅のホームまでいたんですよ。そして、町中ですね、 10メートルごとにですね、私服警察官は一人置いている状態ですね。この状態で警戒していました。そして、蘇州市内の企業は全て休みです。出勤も禁止です。ただし、在宅勤務は大丈夫ですよと。これがですね、習近平の行動でもあります。どこにでも迷惑ですね。習近平は昔ですね、登場してから 反腐敗運動を起こしましまた一番指示を得られたのはですね、政府の官僚の移動に対して彼は指導しました。官僚は移動するときですね、市民の生活のことを重視しましょう。影響してはいけませんよと、また官僚はどこかにいて視察します。浪費は禁止ですよと指導しました。しかし習近平は自分の移動、また 視察となるとですね、とても贅沢です。市民はみんな政治の生活はできなくなっています。この状態はですね、7月8日まで続きます。習近平は戦区にいて部隊ですが、訪問しているんですが、部隊からの支持を得るためだと言われています。最近、中国の発展改革委員会ですね、発表しました。 民営企業との交流するルートを作ったんですよと、これから我々は民営企業の発展に支持しますよと言いました。7月8日、民営企業の代表たちを集めて談話会を開催しました。3110校ですね、これは建設機器です。 昔はですね、この3.1中古は日本の三菱重工のロゴをですね。ロゴまで真似したんですよ。今はちょっと変わりました。やはり指摘されました。そして Aux、グループっていう会社あります。そして配達業の大手企業。そしてボストンっていうメーカーですね。これはアパレル企業ではあります。中国のですね、 ダウンジャケットですね、の有名なメーカーではありますが、実はですね、値段は高いし、物はいいかどうかわかりませんが、人気がないんですよ。とにかく値段は高いんです。そして、この会社は、ニューヨークにお店を出したんですが、実はですね、あれも宣伝です。我々はニューヨークにもありますよ、視点。と言いながら、実は誰も行かないですね。そして、ノーフ、あの、これはですね、ノーフ、スプリングっていうのがですね、 あの、ミネルルウォーターですね。これも大手企業ですが、でもこの会社は台湾系の会社ではありますが。中国政府はですね、民営企業の代表から意見を聞かれました。聞きました。民営企業の困難、経営の問題を聞きました。解決しましょうと。企業は言いました。国際社会、国内社会の事情について自分の考えを言ったんですよ。しかし困難はありませんと言ったらしいんですよ。 これがですね、中国の,あの報道ではありますが、そして政府は言いました、これからもこのような談話会を開催して、民営企業から意見を聞く、問題点を聞く、それを聞いて改革する、法律の改正もしたいと考えていますよと、もっとより良い政策を考えて出しますよ、民営企業の困難を解決して、民営企業の発展に支持しますよと、 いうふうに言いました。これはですね、ものすごい言葉が上手ですね。やはりですね、素晴らしいです。しかしですね、中国の経済はどんどん困難となってきました。失業者も多いんですね。この状態で政府は民営企業は大事ですよねと認識してきたと思います。ただし、このような談話会を開催して、中身はですね、具体的に問題点とか困難、 ですね、このところですね。一切ないと思います。民営企業はですね、現在、意見があっても誰も言えないんですよ。もしですね、言ってしまうと、つまり政府に不満の気持ちを持っているという意味ですね。なので、政府は万が一起こってしまうで何をするのか怖いんですよ。なので、意見があっても言えません。中国政府は資産家、あるいは企業家のことがですね、 敵として見ているんですよ。自分の国営企業が大事だと考えています。もし経済をですね、本気で良くしたいのであれば、政府は何もしない方がいいんですよ。例えば最近ですね、森をなくして田んぼにするっていうのが代表的ですね。政府はやはり何をやっても失敗です。中国政府は産業、 企業の発展、経済の発展に指導するから、今の現在となって、むちゃくちゃとなっています。そして、こちらは新鮮ですね。素晴らしい新鮮。あるいは、現代的な新鮮ですが、今は、もう、とても活力はなってきな、ないんですね。な,くなってきました。しかし、この状態の新鮮はですね、習近平は行きません。まあ、現代的ですね、活発の新鮮は終わって、 若い子たちは、昼からですね、公園で寝るんですよ。朝、勤務先、働き先を探すんですよ。仕事がなければ、もう今日一日休みです。公園で泊まりますし、次の日ですね、また探す状態ではあります。こういうのがですね、今の青年、若い子たちは多いんですよ。ただし、主に農村部の子が多いんですね。新鮮の部下が高いんですよ。 どうして経済がですね、悪化してきたでしょうか原因はいっぱいあると思います。例えば、外資系の移転とか、外国の企業の生存業ですね、あるいは外国の商社ですね、発注してくれないからですね、そういう原因はたくさんあると思います。しかしですね、今の現状としては、中国のオーナーさん、あるいはお店の経営者ですね、実に難しいんですよ。 いつ政府に罰金されるか、逮捕されるかですね、分かりません。例えばですね、先日、今日の動画で話をしましたが、大食いというキャンペーンがあったお店ですね、お店はですね、大食いというキャンペーンをしたんですよ。生徒にあるお店ですが、108個、108、108個の餃子を食べてもらうんですね、注文してもらうんですよ。食べてもらいます。先に完食したら無料です。 ただし、食べ残しはダメですよ。残ったものは持って帰ってもらいますね。そういうふうに話で、あの、ありましたが。しかしですね、結果としては、この経営者は逮捕されました。罪名としては、食料品の浪費ですね。しかし、飲食店は今はとても不景気ですね。そういうふうにキャンペーンをやりました。ただし、無駄と言われてもですね、難しいんですよね。無駄ではないとは思いますね。 やはりお客さんに持って帰ってもらいますね。処分しないのが基本でもありますので、無駄ではないかというふうに思います。習近平はですね、食料の無駄を批判して、食料無駄禁止法という法律が出てきました。習近平はですね、食料のことを大事にしているっていうイメージですね。しかし、今年5月ですね、動画で話をしましたが、北京では、あの、西安ですね、実は。 中央アジアサミット開催しました。習近平はですね、中国昔の唐の時代のことを復元しました。とにかく大国です。強いです。人口も多いです。繁栄している唐ですよと言います。しかしですね、歴史の唐ではあくまで皇帝が繁栄しているんですね。国民はそこまでではないんですね。ずっと貧乏ですよ。 やはりですね、みんな当時代の服装を着ていました。そういうふうに、えー、ま、出演ですね、して、芸を披露しました。こういう、現地ではですね、生放送も、生放送と言いますが、生演奏ですね、ありましたし、そしてこれはですね、講師の指導ではありますが、こういうふうにお礼をしろよと言います。普通のお礼はダメですよ。こういうふうにお礼をしなさいと指導されました。なので、まあ、講師の指摘も、 本もあるといいう,うに思いますが。そして一番注目されていたのはですねやはり宴会ですねパーティーですねこれはですね現地のサラダなんですよ実はサラダですねどういう野菜を作ったでしょうか分かりませんがでもかなりいい食材でしょうかと思いますそしてこの中にあるのはですね あの、鳥なんですよ、実は。鳥ですね。この鳥は、普通の小さい鳥ではありますが、30分間茹でます。冷たい水入れてから火をつけます。それから30分間茹でますね。これで血抜きできます。それから香辛料をつけて、30分間、40分間蒸します。それから出してですね、高温の油で揚げるんですよ。なので、外はパリッと、中はファーとなります。 調味料をつけながら食べるとっていうのが料理ですね。こんな料理はですね、ものすごい時間かかるんですよ、実は。そして今回の宴会ではですね、7, 本のお粥あります7つの食材入っているおかゆですね。じっくりゆっくりゆでてですね、煮て煮,煮込んで煮込んで作ったおかゆではありますが牛すじ、ホタテ、エリンギ、たけのこ、ささたけ、牛肉とアワビですね。 そういうものを入れて、ゆっくり、じっくり、あ、えー、のー、茹でてですね、それから出します。お粥ですね。これもですね、こんな工夫してですね、するんですよ。もちろんですが、一番貴重なもの、大事なものを使うわけですから、残りのものは、えー、捨てるでしょうかと思います。このような、せいこの宴会はですね、噂では千億元。 ぐらいかかったでしょうと。やはり準備ですね。こんなにたコさんの出演者もいるわけですから、服装とかですね。演歌のために1000元レベルかかったでしょうか。そう。1000億円ですね。1000億円というのは約2兆円でしょうか。またですね、中国は260億円の参加費もとして支給しました。五白布に対してですね、約5200億円。 支給しました。持って帰ってもらいますと。しかしですね、中央政府は108個の餃子は無駄ですよと批判しました。必要以上に食うから無駄でしょうと。しかしですね、お店側にしても、消費者にしても、お金はですね、自分のポケットから出して買ったものであって、自分のお金ですね、政府のお金ではないんですよ。 でも習近平はこんなに贅沢な委員会を開催して接待します。お金の支援もします。自分のお金ではないと思いますよ。現在ですね、改革委員会は民営企業の代表たちを集めて交流するよと言います。中国政府にはですね、経済を良くする方法がないからなんですよ。当然ですが、民営化ですね、民営企業化を集めて ま、交流してですね、何をしたでしょうか。目的はですね、投資してもらうんですよね。つまり、拡大してもらうという意味ですね。当然ですが、効果は私はないと思います。ただし、中国の改革委員会にしてもですね、効果はないと分かっていると思うんですよ。ただし、それでもですね、こんなに活動しないといけません。自分の上司である習近平に見せるためでもありますが。 今年3月でしたが、習近平は即答的で彼は言いました。民営企業家は我々の親戚ですよと、自分の仲間ですよ。党の指導方針に理解してもらうことが大事です。自信を持ってもらうことが大事です。大胆に発展してもらいましょう。そういうふうに発言しました。とても素晴らしい発言ですね。しかし習近平は自分も忘れたかもしれませんが、 中国の学習塾ですね。完全に、この産業ですね。完全に潰したのは習近平です。約1000万人ですね。仕事がなくなったんですよ。学習塾はもうないんですよ。そして、IT 企業も同じです。私立の学校も同じです。当時、習近平は言いました。資本家の拡張を制限する、秩序のある拡張をしてもらいますと言いました。つまり、 拡張はダメですよという意味です。でも、国企業はいいです。中国政府はですね、中国のことを統治してから地主を潰しました。まずはですね。それから資産家を潰します。それから文化大学名を起こうして、知識のある学者にしても、学校の先生にしてもですね、消すんですよ。なので、毛沢東からですね、ずっとやってるんですよ、実は。 江沢民も江近東もですね、今の習近平もみんなやっているんですよ。ただし今は失業率は高いんです。政府の財政もですね、お金がなくなってきました。この状態で笑顔を出したんですよ。現在ですね、多くの人は分かってきました。特に若い子たちはですね、不動産っていうのは絶対に買わなくてもいいんですよ、実は。賃貸でもいいよねと気づいてきました。 そして結婚というのは実はですね、しなくてもいいんですよ。そして子供というのは子供のためにいらないと。そして人生は短いものであって、残業のために生きる。住宅ローンの返済、自動車ローンの返済のために生きることではないんですよ。返済に追われる人生は嫌ですよ。人生は楽しみものですね。楽しむものですよと。 しかし、逆に楽しむことができなくても、誰かに命令されるのが嫌です。もう自由に生きればそれでいいんですよ。まずは自由が大事ですね。なので、製造業とか、頑張ろうとかですね、もういいですよっていう若い子としは本当に多いんですよ。これで、中国の SNS はですね、本当に静かとなってきました。やはり自慢とかですね、どんどん落ち着いてきました。 特にブランドものですね。当然ですね。株人も少ないですが、お金もないのも事実ですが、でもそういう自慢もなくなってきました。もう静かになったんですよね。現在若い子たちの考えはやはり変わってきてると思いますが、これはですね、あんまり良くないですよ、実は。この状態が続くとですね、もう定着となってしまうんですよ。定着してしまうと若い子たちをですね、努力しようとか、 夢もないし、そうなればですね、中国の経済は良くなることはないんですよね。そして、中国政府はこの状態で経済をですね、いくら指揮しても効果はないんですよ。これはですね、コロナの前の話ですが、中国のソーシャルメディアにしても、中国の中央メディアにしてもですね、 サコさんの学者ですね、あるいは経済学者、専門家ですね、出てきて、みんな同じことを宣伝していました。これからも経済成長するんですよ。不動産の確保も成長するんですよ。物価も上昇するんですよ。当然ですが、我々の生活の水準もですね、上がっていくんですよ。もちろんですね、給料も上がっていくんですよ、と。なので、若い子たちにはですね、伝えていくのは、 今のうちにお金を使わなければもったいないですよ。例えば今日はですね、不動産を買わなければ来年買うとですね、高いんですよ。というふうに思わせるんですね。これは不動産だけではなくて、カバンもそうですし、ブランド物もそうですし、何でもそうなんですよ。物価は上がっていく。給料も上がっていく。なので今のうちに買いましょうよ。 今、のぶちに買わないともったいないですよという意味です。そして、貯金はですね、してもいいんですが、でも、今貯金したら、来年はですね、買いませんよ。そういう、まあ、イメージですね、若い子たちに、まあ、認識してもらうんですよね。あるいは性能ではありますが、若い子たちはですね、これでみんな信じるんですよ。まあ、そういう、あの、勝負、あるいは自慢っていう、あるいは SNS、やはり流行っていますので、 他の人の投稿を見て、やはり自分は負けないっていう姿勢もあるでしょうし、それでみんなですね、頑張ろうとなりますし、いいものを手に入れましょうとか、このものは欲しいです。あれも欲しいです。あれも買いたいです。っていうのが、3年前、4年前ですね、コロナ前の若い子たちの雰囲気ではありますが、しかし今はもう違います。と私は今は感じておりますが、 この状態はですね、どこまで続くでしょうかこれが今だけでしょうかそれとも、もうこの状態ですね、定着するでしょうか定着してしまうと、やはりですね、若い子たちは、うん、いいかもしれませんが、でも中国の経済にとっては、あんまり良くないですよね。特に生存業とかですね、電化製品にしても、やはりですね、そういうのがダメですよね。ダメ,ダメとなっていくんですよね。経済的にダメとなっていくんですよ。この状態で、中国政府は、 どういうふうに動くでしょうかまた、あの、これについてですね、情報がありましたら、皆さんに報告したと思います。この動画はここまでにしたと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。